はい、どうも、不明だよです。今回ですけれども、ですね、コメント、チャットとかですね、よくですね、アナキンとジェダイ復活しそうですかっていうのをよく聞くんですけれども、聞くっていうか、まあ、はい、来るんですけれども、まあ、それについてね、まあ、ちょっと、回答していく動画となります。まあ、これはね、まあ、可能性は低いんですけれども、まあ、一つの可能性というところが、あるというところだけ、まあちょっとお伝えしたいなということで、まあちょっとやっていきたいなと思います。まあそんな期待しないで、はい、見ていただければいいかなと思います。で、まあ一応ね、可能性はゼロではなくて、まあアナキンとジェダイルークかが復活するのであれば、やはりセレクトボックスですね。で復活すると思うんですけれども、まあ、ただね、やっぱり全12種類とかではやはり復活しないんじゃないかなというところになっております。まあ、それはなぜかというと、まあ、三が日セレボで、まあ、やっとね全26種類で復活したのにもかかわらず、まあ、ここでね全12種類で復活してしまうとですね、もう三が日セレボで、まあ、全26種類のセレボをやる意味が全くなくなってしまうので、そこの観点からすると、まあほぼほぼない、ほぼほぼないんですが、一つだけあるとしたらですね、単純に全26種類の、セレクトボックスが登場するというところの可能性ですね。はい。で、その可能性としてはですね、まあ先ほどとか、まあ朝方ですね、9000万ダウンロード記念のイベントが開催しますよという、まあ、動画を上げたと思うんですけれども、まあ、そちらね、まだ見てない方はぜひ見ていただきたいんですけども、まあ、正直あれだけだとしょぼいじゃないですか。特に、やり込んでる方であれば、あの報酬って、まあ、さほど、まあ、嬉しいは嬉しいんだけど、さほどみたいな感じじゃないですか。まあ、始めたばかりの方とか、まあ、初心者の方にとってはかなり、まあ、嬉しいことなんですけれども、まあそういうことで、まあさすがにあれだとしょぼすぎですよねということで、全26種類のセレボが9000万ダウンロード記念でね来るんじゃないかなと。でちょっと前にね、2月ぐらいにもうすぐ9000万ダウンロード記念ということで超謎のセレクトボックスが開催されたんですけれども、まあその時にはね、全26種類で、なんだあれですね、あれですよエルサラとあとはラグビーミッキーが入った、セレボがね開催されました。はい。であれが唐突に来たんですけども、まああれ達成してもいないのになんで来たんだろうっていう、まあ超謎の、まあ、セレボだったんですよね。しかも3回目のセレボだったんで本当にすごい謎だったんですけれども、まあ、今回それが達成されたということで9000万ダウンロード記念のセレクトボックスガチャが販売される可能性があるということで、もしこれが来るのであれば、やはり今月ね、スターウォーズの日というところと、新詰めでスターウォーズが絡んでいるというところもあるので、来る可能性はあるんじゃないかなと思います。で、もし来るのであれば、まあこの新詰めの確率アップの後か、まあその後に、まあ、ピックかセレボどっちが来るかは分からないんですけれども、その後に、まあ、例えば先にピックが来たらその後にセレボが来ると思うんですけども、まあ、そのセレボでね、来る可能性もありますし、まあ、なんならね、セレボ今回3回ある可能性もあるかなと思います。まあ、その理由も、喋るとですね、この、すでにスコチャレの情報が来てるんですけども、ここにね、この、ツムを見る限りでは、もう新ツム来ることが、まあ、ほぼほぼないというところで、もうすでにできっちゃってるんですよね。8日の時点で。はい。8の時点でもうできってしまっているので、はい。そうすると、ガチャのスケジュール的にかなり隙間が空いてくるんですよね。まあ、そうなってくると、まあ、セレクトボックス3回の開催も、まあ十分あり得るかなというところで、まあ一つ目のセレクトボックスが、その特殊なね、まあ全26種類のスターウォーズセレボ
まあ、スターウォーズ限定かは分からないですけども、セレボが来る可能性があるんじゃないかなと、自分は思っております。はい、まあ、これは一つの可能性で、まあ、可能性は、ね、低いかもしれないんですけども、一応自分の、まあ、考察的にはそんな感じです。はい、これ聞いて皆さんどう思いますでしょうか。まあ、これは自分の考えただただ考えた結果の話なんですけれども、普通にね、あの9000万ダウンロード突破記念があれだけとは思えないんですよね。はい、なので、まあ、何かしらまだまだ来るんじゃないかなと個人的には思っております。はい、そんな感じですね。はい、ということで復活祈願アナキンでもやって動画を締めたいなと思います。で、まあ、全部26種類が持ってたかな。そのまあベイダーさん、皆さん引いたか分かんないですけど、まあ、自分はちょっとサブアカのガチャ動画この前か昼間あげましたけど、ちょっと今スマホケース外します、ごめんなさい。そうあげたんですけども、一応ね来る可能性があるということで、コインはね、多少温存してですね、やって、250万温存でね、やってるんで、まあ、セレボ来てもね、一応なんとかなるというところはね、確保できるんで、まあ、ぜひとも来ていただきたい。本当にお願いいたします。ということで、アナキン使っていきましょう。乱入来たー乱入来たー乱入は逃げるか、今回は。あんま逃げたくないですけどね。皆さんは、アナキンとジダイルーク、どれが復活してほしいですか？ちなみに、マスタールークがまだ1回も復活してないんで、まあ、来るならマスタールークになってしまうような気はするんですけど、まあ、でも全26種とかで来るのであれば、まあ、ジダイとか、アナキンが来るっていうのは、まあ、十二分にあり得るんじゃないかなと。思います。まんまいけるかな。コードがつながってないんでいけるような気がします。クリコショーケイ、OK、あーでもタイムボム出てる。本当はクリコジしたかったけどさ、え、やばい、マイツムめっちゃ来て、これやばいぞ。めっちゃマイツム降ってくるんだけど、異常事態異常事態が、これはマイツムがえぐいぐらい来てます。こんな来ることまずないぞ。後半多分何も来ないパティン工程な気がするけど、とりあえず万枚はほぼ確になったかなっていう感じはします。まだ47秒でもう4000枚なんで確定ですね。これはほぼ確いただきました。え、ガチで毎粒振りすぎじゃないこれこれ振りすぎだぞ。繰り越しできてもう5000枚でまたループするんで、え、ちょっと待って、これこれやばくないか、うん、はい、これループする、うん、するやん、やばやば、オッケー、ガチで振りすぎじゃないこれこれループ確定でしょ。でも待とうかな、これガチで振りすぎて怖いんだけど、オッケー、あー使わない方がよかった、やばい、タイムロスが、はい、ここでもう8500枚ぐらい来ちゃってる。いいですね、40消去、あ、ちょっとアナキン少なくなってきたね、
OK 完璧、うん、あーループしないか。タイムオブ出た？出てない、うん、ループナイス。もう、うん、あと1回スキル使ったらまんまいです。ありがとうございます。まんまい、うん、ありがとうございます。あぶねえ。あ、結局やっぱ後半ちょっと失速しましたね。万枚はいけましたけど1万1000いきたいな、うん、いけねえ、いけねえやつ。アナキンはほんとスキルが簡単で楽でいいっすね。 1.3 倍、ありがとうございます。ということで、まあ可能性はそこまで高くないかもしれないですけども、まあ期待した したいけどしないで、ちょっとね、そんな感じでいきましょう。はい、まあ、そんな感じで、一応アナキンとジダイルークですね、一つの可能性をね、紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではバイ。深い闇に包まれ、くじけそうでも今日より